はい、こちらですね、まあ、三神巡り前橋コース、まあ小玉島でいいのかな、まあ、三霊島でもいいんですけどね、あ、文字島です。うん、下大島公民館敷地内、昭和12年1937年5月の建立、まあ、地面にね、昭和10年5月4日の総害の記録あり。ああ、あるんですか。ああ、あることはあるけど読みづら。そうですよね、じゃあちょっとカメラを持って一緒に読みますか。無理だと思いますよ。こちらですね、地面なんですけど、まあこれ昭和10年、まあ、5月4日、掃き立てに際し未曽有の遅字もありで、掃き立て、まあ、不能となり、まあ、よって、まあ、多量の蚕の子、まあ、地産のことですね、を、まあ、包み埋め放埋す、うん、その、まあ、魂霊をね、まあ、慰めるために、まあ、まあ、建立、建立しました。ここは昭和12年5月7日、下大島養蚕、まあ、実行組合。まあ、そういった組合ですね。まあ、読もうと思えば読めますけど、まあ、ちょっと真ん中の部分が、まあ、あやふやなんですけどね。こういった感じでしたね。はい、そちらにね、まあ、三霊島、まあ、小玉島ですね。まあ、こちらは、まあ、ちょっと難しいですね。おー。ああ、天神って入ってますね。うん、天神様ですね。そしてこちらが、あ、天王宮ですね。まあ、スサノオノミコトですね。この丸いのは何だろうね。はい、うん、あ、ここにはね、まあ、更新島です。すっごい、まあ、深いっていうか、こういった更新島ですね。記念名あるかな。寛政12年、カノエサル。まあ、1800年でした。でもすごいね。こんなに。はい。今宮八幡宮ですね。まあ、ここもね、三神巡りなんですけど、まあ、飼育神社っていうね、目視、これは神楽殿ですね。もう使われてないですね。まあ、こうしとかないと、もう朽ちてしまうんですかね。
これも鏡餅みたいですね。はい、今宮八幡宮。御祭神はね、ホムタワケの御事。まあ、本殿は分離してるのかな。こちらですね。あ、少し読みにくくなってますけど、まあ、確かに飼育神社です。まあ、ここにね、まあ、手元の資料はあるんですけど、まあ、三神巡り、まあ、9番ですね。まあ、建立時期は不詳です。まあ、飼育神社という名称が珍しい。まあ、確かにそうですね。まあ、こちらね、まあ、飼育神社なんですけど、まあ、祭神って書いてあるんですよ。まあ、竹内宿根の御事。覚えてますかね。あの、渋川コースで、まあ、宇橋町内の、まあ、お志田様を探しに行くときの、まあ、宇橋島神社。まあ、バス停はね、宇橋島神社だったんだけど、まあ、まあ、竹内神社だったっていうね。まあ、御祭神がね、まあ、竹内の宿根。飼育神社、竹内の宿根の御事。こちらは赤城神社ですね。ああ、立派ですね。はい、今宮八幡宮です。まあ、ここにね、まあ、抹茶宮がありますね。まあ、この中で一番最初に注目しなければいけないのはですね、まあ、手元のね、三神巡りの資料には載ってないんですけど、まあ、こちらですね。見えますかね。これ、天の虫、蚕、影、ね、山、木陰山です。まあ、この石碑ね。手元の資料によるとね、木陰山。まあ、木陰信仰、茨城県つくば市、上郡に鎮座する木陰神社を本社とするもので、明治初年までは別当の木陰山、総林寺、まあ、桑の林の寺の活動もあって、関東地方を中心に広く信仰されました。まあ、木陰神社の祭神は、まあ、幕結びの神、阿仁山姫の神、この花咲夜姫の神のことの三柱の神を祭り、別に養蚕の起源として金色姫伝説とともに広く信仰され、本県の州西毛地域で多くの木陰信仰系の祭神が確認されています。そうですね、まあ、ここは、まあ、前橋のね、まあ、今宮八幡宮なんで、まあ、中毛地域に属します。まあ、こういったね、木陰山の石碑もあります。そちらにもね、まあ、木陰山ありましたけど、まあ、ここですね。
ね、天の虫、まあ、蚕、これ影、影の字、これ山、山ですね、木陰山、まあ二つ目ですね。はい、飼育、まあ神社とね、木陰山が二つ、まあ、そのような三人がいらっしゃいましたよ。ご視聴ありがとうございました。